屋でお待ちしております。今年の暮れはキャベツーがある。胃の調子が悪くてもこれを食前に飲むと胃の働きが良くなって美味しく食べられる。飲める。おまけに翌朝辛くない。今年の暮れはキャベツーでいける。キャベツーでやれる。マメマメマーメー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 。体に元気 100% 豆スナックジャック。新発売。激動の90年全日本プロレスを締めくくる世界最強タッグ決定リーグ戦優勝決定戦を迎えました。まずはハンセンスパイビー組の試合前の表情をご覧いただきましょう。現在10勝1敗勝ち点20。こちらはダニースパイビー気合十分。パートナーこと違いこれまで4回の優勝を経験しているスタン・ハンセン。さあそして対するゴディウィリアムス組の表情はいかに。現在9勝1敗1引き分け勝ち点19、元世界タッグチャンピオンズチームであります。時の流れが凝縮してまいりました。深く耳を澄ませば日本武道館1万5000人の胸の高鳴りが聞こえてくるようです。公式最終戦いよいよ選手入場です。ちょっと攻め込まれてる時間が長いですね。いかにハンセンでもここまで攻められましたね。ロープに振ったスリーポイントスタンスからかわしたとハンセンだ。丸め込んだ丸め込んだ丸め込んだハンセン。スタン・ハンセン、ロンリーバトルが続いております。対角線、今度はどうする。おっと、ミスがひざまずいて、その間にケリー・ゴディが場外転落です。アイビーもあと一人だ。オーバーザフェンスはケリー・ゴディ。スタン・ハンセンはこの間にリングの中に戻っております。
ファイリーがブルロープを手に取りましたが、さあハンセンが徐々に、今のはブルドッキングヘッドロックですね。なるほど、これは珍しいですね。珍しいですね。カウントはようやく1枚リーグの日本勝負で試合時間が2分の経過、20分の体勢ながらのガムシャラパンチはスタン・ハンセンだ。ロープに振ったレフトハンドのラリアット、ドリューホール、パイルドライバー、上になるのがファイリー。さあ、腰を回してフロントスープレックス、さあ、ハンセンが本部席に来ている。本部席のテーブルを取り出したぞ。これは大胆な攻撃に出てきた。テーブルを取り出して、ロープに引っかけてますね。さあ、そして場外に転落させてテリーボディをこのテーブルを使って攻撃しようというところでしょう。ラフタップを入れた、ラフタップを入れた。テーブルカット、鈍い音がした。この時は大胆ですね。4選手ともに場外にいる状況、時に紙テープの足に絡まりながらキックあるいはパンチを繰り出していきます。こちらは場外ドラムのデリーボディ、さあリングの中に戻ってまいりました。ロープに振ったぞ。サイドバッター、さあ行くか、安全につなぎます。88年この世界最強タッグ決定リーグ戦の優勝チーム、盟友同士が2年の歳月をアナウンスしているようです。今相まみえております。さあ声が出てきました。スタン・ハンセン2位リフトアップ、まさにここまで武さん一進一退の攻防と見ているでしょうね。ただ20分経過したところでですね、はい、ハンセンスパイはもう時間切れの可能性も出てきたわけですからね。なるほど、逆に一気に勝負にかける部分もありますね。引き分けの場合ハンセンスパイリー組がこれまでの勝ち点差によりまして優勝となります。なだれ込むようにしてラリアット、やっぱりハンセンスパイリーにしても同じあの優勝するなら勝って優勝したいですもんね。そうですね、キリとした形でこの1990年優秀の美を飾りたいところです。一方のやっぱりゴディ・ウィリアムスはですね、はい、ちょっとまだまだエンジンのかかりは遅すぎますね。なるほど、グラウンドの攻防です。ダニー・スパイビー、テリー・ゴディ、上になったスパイリー、カウントは1つです。長い試合になってまいりました。ハンセンスパイリー組が合体するダブルでのショルダースルー、連続エルボー乱れ打ちだ。でいいと声を出しているのはハンセン、
ハンセン、そしてテリー・ゴディ、速いブレインバスター。カウントは決まる。さあ試合時間が25分を経過いたしました。タゲさん、あと5分ですね。残り5分ですね、はい、ゴディ・ウィリアムス、この5分にかけるしかないですね、はい。元世界タッグチャンピオンチームゴディ・ウリアスの国は勝つしか優勝のチャンスはありません。バックリップ。テリー・ゴディ、ちょっと点差を変えております。さあ場外、ハンセン・ウリアムスだ。オンブズマンのリップ、そしてウリアムがかわされた。そしてリング上はHolder, five driver!
贈呈されました。そして優勝トロフィーだ。この全日本プロレス8人魚雷コンビ飛ぶ鳥を落とす勢いがやはりこの1990年の装備をかける最強世界最強タッグ決定戦で形となりましたね。そうですね、やっぱり今年の成果がまさに最後にまた生きてきましたね。はい、今ベルトを肩にかけましたテリー・ゴディ、スティーブ・リアンプ組、それでは、勝ちました、優勝、テリー・ゴディ、スティーブ・リアンプ選手にちょっとだけインタビューしましょう。おめでとうございます。1年間全日本プロレスで本当に頑張りました。 We had a really good fight in this year on the All Japan Pro Wrestling. Well, first of all, Merry Christmas! Second of all, Stan Hansen, Danny Spivey, Jumbo, Taylor, Kawada, they're all great wrestlers!みんないいレスラーではあるけれども一番は俺たちだ。そしてテリー・ゴディ選手も病気に負けずでよく頑張りました。You got a disease, but he had a really good fight. Hey, I'd just like to say this. It's great to be alive and it's great to be number one in Japan. Congratulations. Thank you very much.ベテランの踏ん張り、芝、選手たちはもうすでに来年に向けて走り始めております。